回のお題、後ろ側を意識するっていうことなんですけども、どういうことかと言いますと、正中、横から見た正中線ですね、こう耳のところからずっとこの肩のところを通って、ずっと股関節通って、で、まあ、下のかかとのところまでこう線を引いてみる、まあ、これ横から見た正中線なんですけども、この自分たちがこう目ん玉で見ているこの耳からこう前の世界っていうんですかね、ここはすごく意識しやすいと思うんですよ。踊っていてもなんか言われたりとかしてて、注意されたりとかしてても、こう自分の耳から前はすごく意識しやすいんですけれども、意外と耳から後ろの、まあ、視覚になっている場所ですよね、そこがうまいこと使えないっていうふうになってきて、いろいろ問題が起きてくるのではないかなと思っています。で、これ例えばですね、目ん玉という球体を一つ取ってみても、まあ、これは目ん玉ではないんですけど、球ですからこうなってますよね。このレンズが前についているから、この前だけでこう物を見てると思うんですが、目ん玉っていうのは2つありまして、その奥行きとしてちょうど頭のこの辺のこうクロスになって物を認識できることによって、動体視力みたいなものとか、そういうものが認識できるようにできてるんですよ。なので、この目ん玉のレンズで見てるわけではないんだけれども、どうしてもそういうふうなイメージを持ってるから、目がこう近くなって見てみたり、なんか目が硬くなるっていうんですけど、なんかこう固まったままぐーっとやってしまうということですね。いいじゃないか、別に硬くてもと思うかもしれませんけど、この目の玉が硬くなってしまうと、この後頭貫椎の軸椎っていうね、ちょっと難しくなりますけど、この頭のちょうど貫軸関節って言って、頭蓋骨と背骨の一番上の関節なんですけど、ここがね、筋肉でね、ギュッと固まってしまうんですよ。で、そうすると頭は6キロから8キロあって重たいから、それをちょっとこうやって一生懸命この背骨がこううなぎのようにしてて落とさないようにしているんだけれども、その一番上が固まってしまうんですね。そうするとこうチュッパチャップスっていう飴ありますよね、あの飴みたいに頭が最初にドンっていってしまって、バランスを崩すっていう風になりやすいです。なので、目の玉が柔らかい人というのはダンスはやはりすごく上手ですし、後頭関節関節が緩んでいます。で、この緩んでる人が人間で8割から9割くらいの人が固まってるって言われてるんですよ。なので、それを固めたままダンスが上手くなりたいということ自体がもはやちょっとナンセンスなことなので、目の玉を柔らかく、筋肉を緩めて肝軸関節を緩めるっていう、こういうことがつながってきますね。で、ここ下に行きます。目終わりました、乳幼児期終わりましたね。で、こうずっと来ると、はい、肩甲骨というのが後ろにありますね、体の後ろ側です。で、これも嫌になるくらい、肩甲骨を動かすのよ、肩甲骨がどうなのよって言われてますけれども、肩甲骨って何なのよって話なんですね。で、肩甲骨というのがなんか存在してて、これが勝手にやややや動くという感覚よりも、この人とこの前側である胸鎖関節という、ここの鎖骨のちょうど鎖骨と胸骨がくっつく関節、胸鎖関節って言うんですけど、この人が球体の前面で、肩甲骨が球体の後ろって考えていただきたいんですよ。これちょっと模型ですけど、このようにちょっとしてみたときに、まあ、人間は背骨から全部右と左に分かれるものなので、この2つ分かれているのがこう動くことになるんですけど、これが2次元である屈曲伸展のときはご一緒にこうなったりこうなったりとかって動かしました。だけど、これが本当はこのように動くんだよって言ったときに、この印のついている、まあ、つけたんですけど、赤い部分が右の胸鎖関節、ピンクの部分が左の胸鎖関節で、それの裏側、これ印ついてないんだけど、この辺につけるのが肩甲骨、こっちの肩甲骨ってなってくるとですよ、ちょっとこれと同じような動きをしてみると、例えば左をすくい込んで肩甲骨をすくい込む、はい、すくい込みました。これとちょっと同調してみてくださいね。すくい込みました、すくい込みました。あと、今度こちら側の胸鎖関節はかぶせ込みます。どうでしょう。この角度とここ合ってますよね。で、これで人間の体は左に回転した。戻した、ニュートラルに。はい。今度反対に右側の肩甲骨。これちょうど親指が肩甲骨の角に当たるんですけど、これをすくい込んだ、かぶせた。はい。右に回転しました。こういう。こういう。こういう運動で実は右回転左回転をしてるんですけど、それがちょっとそういう概念がちょっと分かんないってなっちゃうと、この体の前、要するに手をこうつくとたらいみたいな、よく私変な意味でたらい回しって言うんですけど、このたらいをね、このままね、はい、左に回します、
はい、右に回しますとやっちゃうと、これ男性がこれをやってしまうと、女性ここにいたずらにタッ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 てここまで動かなきゃならなくなったり、このままタッタッタッてタコじゃあるまいしね、そんな動けないのにね、同じようなところで立ってるのに、これがだからこういう動かし方をしていないんですよ。実はこう動いてるんですね。こう左回転はこのように、右回転はこのように、でそれも説明していきたいなと思ったんですけど、それもやはり肩甲骨ということをパーツ単発で考えて、そこをストレッチして柔らかくするとかっていうことよりも、肩甲骨が後ろに張り付いている、球体だったら後ろに張り付いている2つ、その前は鎖骨が張り付いている、でこれが2つにパーンと分かれる、背骨を介してそれがこういうふうな動きをする、こういうふうな感覚にちょっと持っていくとすごく面白いことが起きてきます。でこの上腕骨ですね、上腕骨これですね、でこれもですね、手を上げてくださいというと、みんなねこの上腕の前側ですよね、やっぱりね、さっき言った半分に切った時の前側、まあ本当は内側に球体があるんですけれども、これ半分に切ったとして、こちら側の前側で手を上げるんですよみんな。でここで上げると肩が上がってくる、そして使う筋肉は三角筋じゃらなんじゃら筋って全部上の筋肉だけになってきて、おおよそ全然違う動きになってしまうんですね。それがこの裏側の世界ですね、こう後ろ側、後ろ側を潜らせるような動きで手を上げてくると、いい感じで手が後ろまで上がってくるんですよ。でこういうことも全然前ばっかりではいってやってたりすると全然違う動きになってくるっていう、なんかね前面と後ろ面をね全然使い方を変えてくれると、すごくいいことが起きます。でここからまた下に行きます。はい、そしたらまた出てきましたよ。前側には恥骨、映ってますでしょうか。恥骨です。で後ろ側には仙骨です。でこれもですね、球体に貼り付けたら、はいはい、前側仙骨、恥骨だってよ。はい、恥骨。はい、その後ろ側は仙骨だってよってなりますね。で、みんな仙骨知らない人いませんよね。もうこのなんかちょっとマニアックな YouTube を見てる方はね、これ仙骨だからね。これ仙骨だよ。でこれは尾底骨だよ、一番下は、はい、でこれ恥骨はここね、恥骨結合って軟骨でくっついてんだよっていう価値で、これにスポンとこう入れちゃうんですよ。そうすると前側が恥骨、後ろは仙骨、はいはいはい、納得いきましたよね。でも仙骨は1個しかないですけど、仙腸関節は2個あるから、仙腸関節だとこれもやっぱりさっきのこの球体に合わせてくれると、あこれなんかちょうどいい感じの、はい、こういう感じですね、仙腸関節で、こっち前側は恥骨結合で、これもまた半分に分かれてましたよね、恥骨結合で。だとするとこれもですね、骨盤をよくね、このこなんていうんですかね、この塊の状態でこう回す人って多いじゃないですか。これをやってしまうとずれますよね。でこれがですね、実はさっき言った恥骨から真ん中でこの動きなんですよ。わかりますか？これ例えばこれが仙骨だとすると、こういうすくい込み、かぶせ込みをする。でかぶせるっていうのは要するに恥骨側がこうやってることをかぶせる。で反対側の親指の、左の親指はこの一緒に、これで一緒にこのようにすくい込む。そうするとですね、左に回ってくる。でね、これとさっきやったこの鎖骨肩甲骨っていうのはずれることはないんですよ。それがこのパーツこのパーツって考えてる人っていうのは、上がこっちにずれて下はこっちにずれるみたいな、こんなことが起きちゃうの。でこれは一番ね、例えば私が女性だとすると、あ男性だとすると、女性が入ってきた時にどっちに合わせたらいいか分かんなくなるんですよ。 お前上左見てるのに右見てんねん、こっちがみたいな感じになってくると、どこに合わせたらいいか、これはねじれてるという状態ですね。で同じねじれでも、背骨がこう捻転しているねじりを作る時っていうのは、さっき見て2つなんですかね、2つかぶせ込みすくい込み、こういうところで同じ動きをする。そうすると背骨はいい感じで捻転します。捻転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 ってやって、いつまでも左見てられないから少し右ってなった、入用時がキューってやってくれると、左斜め後方に頭が飛んでるように見えるみたいな、こういうことになってきます。でこれが下まで行ってくると、あここまた股関節もありますね。股関節もこうなってくっついていて、やはりこの球体の前面と後ろがあります。で意外とね、後ろをこう股関節のこの球体の後ろをこのように、まあルンバックでもあるけど、このように出してくるっていう動きができないんですよ。でこの前側からはいってこう来てしまうっていうのもすごくあります。なんで必ずこの球を半分にパカッと割ってね、後ろからこう潜る、要するにすくい込みでもすくい込む動きで出てくる足と、前側でドンってこう出てくる足、まあ前側が絶対悪いわけではないんですけど、両方使える人になってないと、適材適所で使い方が別ですからね。使う時にあんた後ろ来てねった時、はいはいちょっとこう前が来ちゃうと、とんでもない動きになっちゃうっていうことになってきますから、これもやっぱり2つある球体の中でのすくい込み、かぶせ込みの動きをうまいことやってくるといいかなと思います。
で、これが下に来るとですよ、今度一番最後ね、はい、小骨というかかとの骨があります。で、こちら側はまあよく言うボールだったり、あの 土踏まずから前の方ですね、つま先とかって言われてるとこですけど、これもですね、やはり前しか使えないとつま先立ちになってしまって前にバランスを崩すんですね。で、それがこの小骨というかかとの部分がちゃんと潜れている動きができてくるとバランスがめっちゃ変わるんですよ。25センチぐらい例えば足があったとして、前しか使えない10センチしか使えない人と20何センチをくまなく使う人では全然動きが違うと思いませんか。同じ人間の体を持っているんだけれども、使い方を前しか使わない人と後ろだけずっと使えないでいる人とでは踊りも全然変わってくるというのは、これはすごい当たり前のことなので、後ろ側を意識するということと言ってみましたけど、まあ、こういうローターを使ってね、この前側後ろ側がこのように実は、動くんだよというこの動きの展開を徐々にバンバン出していこうかと思っているので、あの分かんないことがあったりしたらコメント欄にあの質問をください。で、あの答えられるような質問だったらあのバンバン答えていきたいと思うんですけど、個人的なね、なんとかさんがどうなのよとかということはなんとかさんと会ったことがないからなかなか難しいんですけど、このこういう動きに対しての質問だとか、なんかこういうことも言ってほしいとかっていうことがあったら、あのコメント欄に貼り付けてくださいね。